て両チームの OB によります一打席対決、去年と同じ顔合わせとなりましたけども、今年はイーグルスの OB 藤沢亮さんが藤沢さんからリベンジ、センターへグリーンヒットを放った今日のゲーム前でした。さあゲームです。初回です。イーグルスはワンアウトランナー3塁、チャンスを作って3番のフランコ、昨日に続いて2試合連続のタイムリーヒット、松間克樹の立ち上がりを攻めて1点を先制します。先制点をもらった滝中です。初回は3人で終えましたけども、この2回ワンアウトランナー2塁で外、足を痛めて昨日のゲームはお休みでしたけども、今日またスタメンに戻ってきてタイムリーヒット、同点に追いつきます。そしてこの後桑原はカーブを捉えました。レフトへのタイムリー、これ小深田のエラーも重なって桑原3塁に行きました。第1位ベイスターズリードに変わります。そしてワンアウトランナー3塁で京田にもヒットが出ました。この回集中だ。ベイスターズが2回の表3点を取っています。3回です。ワンアウトランナー3塁1塁、この回も滝中を攻めて打席はオースティン。ショート山崎よく追いつきますけれども、タイムリー内野安打になりました。4対1、リードを広げます。そして伊藤真央が2番手で上がって満塁で桑原がレフトに打ち上げます。ここで三塁ランナースタートを切って追加点を上げます。5対1になりました。4回です。3番手宮森がこの回からマウンドに上がって、この宮森がちょっとコントロールを乱して満塁のピンチ、ここで宮崎にタイムリーヒットを許します。この後牧にもタイムリー、これが2点タイムリーになりました。今日は結局宮森いいところなくマウンドを降ります。4番手駒子です。その駒子ワンアウト満塁で桑原、今日3打点目、センターへの犠牲フライで9対1になりました。さあ6回です。マウンド上には5番手の安楽です。安楽ランナー1人出しましたけれども、ここは桑原をショートフライというのを終えました。そして7回内からランナーを1塁に置いて2番の関根、低めの球をうまくすくいました。関根の今シーズン第3号のツーランホームラン、2点を追加、11対1とします。なんとか反撃したいです。7回です。ワンアウトから岡島がヒットを出ます。その後阿部も続きます。ワンアウトランナー2塁1塁、そして安田もヒットで今度満塁になりました。3連打でワンアウト満塁、この後ツーアウトになってゲーム途中出場の黒川、期待された黒川ですけども、ここはセカンドフライ、得点ならずという7回の攻撃でした。8回です。石口がマウンドに上がってツーアウト満塁、2本目のヒットとフォアボールでピッチを招きます。しかしここはラストバッターの山本を三振取りました。8回の裏です。マウンド上は5番石川に変わりました。その石川からブランコヒット、そしてゲーム途中出場の大郷、この当たりがセンターへ、センターがちょっともたつく間にブランコはホームに帰ってきました。打った大郷3塁へ、そしてベスターズ、これバッテリーエラーが出て小郷もホームに入ってきます。この回2点を返しました。
しかし9回ツーアウトになって、最後のバッター黒川、空振り三振でゲームセット、11対3、ベイスターズ勝利。イーグルス交流戦初戦のカード、勝ち越しはありませんでした。さて、今日のゲームのハイライトをご覧いただきました。まあ、本当に今日はベイスターズ打線が、はい、大爆発でした、うん、大爆発でしたね、はいはい、あのもういいところが出たしか出なかった試合でした ね、 そうですね、はい、イーグルスの目標はいい形で先制したと思ったんですけども、うん、はい、ね、あの直後にすぐ逆転してくれたっていうところは大きかったんじゃないですか ね、 ですね、はい、ではそのヒーローインタビューです。放送席、放送席、そしてスタンド、全国のベイスターズファンの皆さん、お待たせいたしました、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは今シーズン5勝目を挙げました東克樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、まずは5勝目を挙げた今の率直なお気持ち聞かせてください。前回登板で、5イニングでマウンドを降りてしまって、非常に悔しい1週間を過ごしてきたので、今日は何としても絶対勝つという気持ちを持ってマウンドに上がりました。さあ、そして今日は今シーズン交流戦初めての登板となりました。どんな意識でマウンドに向かわれたんでしょうか。普段対戦しない、リーグのバッターなので、どういった感じで投げたらいいのかというのは、事前にキャッチャーの山本雄大としっかり話し合って臨めたので、それがいい結果につながったんじゃないかなと思います。その結果7回1失点無四球の好投でした。ご自身の登板振り返っていかがでしょうか。初回に先制点を取られてしまったんですけど、まあ、その後しっかりと、立ち直ることができて、まあ、打たせて取るということを意識しながら、投げました。でそしてやっぱり序盤のチームの打線がたくさん点を取っていただいたので、自分の持ち味を発揮しながら投げられたかなと思います。さ、チームの打線という言葉もありましたが、先制されてから打線が爆発、打線の援護をどのようにご覧になってましたか。さすがだなというふうに思いながら見てました。さ、チームは交流戦最初のカードをいい形で勝ち越しました。今日も最後まで応援してくださったファンの皆さんにメッセージお願いします。こういった形でまず交流戦の一カード目を勝ち越しで終えることができたので、これからもチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。今日のヒーローは今シーズン5勝目を挙げました東克樹選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。今シーズンの5勝目をマークしました東投手、ヒーローインタビューでした。先週のこう自身のこうちょっと迷惑をかけたピッチングと、はい、まあ、そこからこう1週間悔しい思いをしてという言葉がありました、うん、まあ、でも見事にね、やり返したというか、はい、うん、いいピッチングしましたね。そうですね、はい、東が今シーズン5勝目をマークしました。東も久しぶりの、勝ち星ということになりました。5月18日ですね、はい、前回黒星で、その前白星、5月18日以来の、勝利ということになりました。この後放送は21時38分までお送りしてまいります。では今日のゲームをハイライトで振り返っていきます。